1977年から、アメリカでスノーボードを発信しているマービン社が作る、グヌーとリブテックを紹介します。でまずはじめにグヌーから紹介させていただきますと、来年の一押しはフォレストベイリーというライダーのシグネーチャーモデルで、こちらスペースケースというモデルですね。でこちらのボードの特徴としましては、アシンメトリー形状ですね。左右非対称の形状になってまして、トーサイド側とヒールサイド側で異なる形状になっています。でアウトラインはヒールサイド側、バックサイドターン側ですね、が深いサイドカーブが入っていまして、でアウトラインだけではなく中身も非対称になってまして、中の芯材ですね、トーサイドとヒールサイドで違うウッドが入っているので、人間の前後のバランスを考えて作られた板で、かかと側が柔らかい仕様になっているので、とても扱いやすい板になっています。で形状としてはダブルキャンバーの EC2 形状という形状になってまして、センターロッカー、ノーズテールにかけて楕円状に広いキャンバーが入ってますので、パウダーから圧接板、人工物のキッカーなんかも全て攻めれる板になってますので、おすすめの1点です。でもう1点おすすめが、こちらもフォレストベリーのシグネーチャーの、セカンドラインとしてリリースする板なんですけども、こちらはスペースアウトという板でディレクショナルのボードになります。でこちらの特徴としては、パウダーとかですね、フリーライドをメインにしているんですけども、ジャンプとかジムとかもやりたいっていう方におすすめの一点で、結構フレックスも柔らかい仕様になってまして、形状としてはセンターロッカーで足元に2つのダブルキャンバーが入る形状になってます。で完全ディレクショナル形状なので、降った雪の多く降った日なんかに活躍する板で、パウダーもいけてパークもいけるような板なので、1日で何でもやりたいっていう方におすすめの一本です。続いてはリブテックですね。グヌーの後輩ブランドにあたるリブテックなんですけども、来年ジェイミー・リンというライダーのシグネチャーが出て20周年の年にあたりまして、ジェイミー・リンシリーズの、20周年アニバーサリーモデルが多く発売されます。でこちらが一番スタンダードなモデルで、ジェイミー・リンのウェーブですね。こちらの形状はC3 キャンバーといいまして、キャンバーの中にダブルキャンバーが入るハイブリッドキャンバー形状になってまして、全体的にはキャンバー形状なんですけども、キャンバーの中に C2BTX のダブルキャンバーが搭載されてますので、乗り味はキャンバーなんですけども、パウダーも効きますし、反発力も普通のキャンバー以上の反発力があって、安定感も抜群の板で、キャンバー好きにはおすすめの1本です。でこちらが、ジェイミーの20周年の、2本目の板なんですけども、こちらが、バードマンという板をベースに作ったデフラワーというボードになりまして、バードマン160センチをベースに、ノーズを彼のグラフィックを立体的にかたどっている、アーティスティックなボードに仕上がってます。こちらはどちらかというとフリーライドメインで、パウダーやツリーランなんかを得意とするボードですので、セカンドボードとしてかなり目立つボードですので、こちらもぜひ試してみてください。こちらが、ジェミー20周年第3弾の板で、またこちらも新しいボードですね、ファンダメンタルというボードになりまして、こちら C3 形状のテーパードボードですね。なのでキャンバーの中にダブルキャンバーが入る形状なんですけども、シェイプが完全テーパード形状なので、ノーズが大きくてテールが細くなってますので、フリーライド系のボードになりますが、抜群の安定感とコントロール性を兼ね備えた板なので、圧接板も柔らかいところのタイトなスリーランなんかにも活躍するボードです。リブテック、グヌー、あとロキシーを発信するマービン社が、毎年毎年楽しいスノーボードを作り続けてまして、来季も、様々なコンセプトのいろいろな形状の板が出てきますので、いろいろお店の方に聞いたり試乗会で試してみたりして、いろいろ乗ってもらえればきっと、ぴったりのボードが見つかると思いますので、いろいろ試してみてください。